いちごオフィスリート投資法人は中規模オフィスに特化したオフィス特化型 J リート。都心の居住用不動産を投資対象とするレジデンス特化型リートの FC レジデンシャル投資法人と主に首都圏のオフィスビルを投資対象とするオフィス特化型リートのいちご不動産投資法人が2011年11月1日付で合併し総合型リートへ転換。 2015年9月に総合型リートから安定的かつ収益成長が見込める中規模オフィスに特化したポートフォリオの構築を投資方針として明確に位置づけオフィス特化型リートへ転換資産運用会社はイチゴ投資顧問株式会社である。称号に関するイチゴは千里宮が説いた茶人の心構えである。 一期一会に由来し、人との出会いを大切にという精神を理念としている。クリードにより設立されたクリードオフィス投資法人は、2006年3月15日に、東証上場。2009年3月6日に、ジャパンオフィス投資法人に、称号変更。2011年3月4日に、一期不動産投資法人に、称号変更。2011年11月1日に、 FC レジデンシャル投資法人に吸収合併され消滅。ありがとうございます。